本日のテーマは賃貸住宅メンテナンス主任者についてになります。昨年11月に公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が、賃貸管理に関する新たな資格を創設したことをご存知でしょうか。弊社のような賃貸管理を行っている会社はもちろん、物件を所有されているオーナー様にもおすすめの資格となりますので、今回はこちらの資格についてお話ししていきます。まず最初に賃貸住宅メンテナンス主任者についてお話しします。賃貸住宅メンテナンス主任者は、賃貸住宅の維持保全に関わるサービスの向上と維持保全に関わる人材の育成を通じて、安心安全快適な住環境を提供していくことを目的とした日環境が認定する専門資格です。もう少し噛み砕いて言いますと、入居者様やオーナー様より建物や設備の不具合の相談などを受けた際に、初心判断、一時対応ができる基本的で幅広い知識と提案力を身につけることができる資格です。大まかに言うと、建物と設備の基礎知識や修繕対応の基礎知識、消防設備の基礎知識など、こういったものが学べます。幅広い知識を習得できる当資格ですが、創設された背景には一体何があるのでしょうか。次で説明させていただきます。2021年に施行された賃貸住宅管理業法において、賃貸住宅の維持保全が管理業務として定義されたことをきっかけに、賃貸住宅管理業者にはさらなる知識とサービスの向上が求められるようになりました。また賃貸住宅管理業者は、家賃の集金管理や入居者の対応を得意とする一方、建物や設備の修繕については専門の業者に外注している場合が多いため、建築構造や工法、具体的な修繕方法といったハード面の知識やスキルには課題がある状況と考えられています。そんな賃貸管理業界の現状を鑑み、知識の獲得、スキルアップを目的とし、同資格は創設されました。こちらの資格を取得することのメリットとしては、建物や設備の維持保全に関する幅広い知識を得ることはもちろん、的確な一時対応が可能になり、初動対応を誤り余計な出費につながってしまうことや、対応が遅れ入居者様を不安にさせてしまうなどといった二次被害や二次クレームを防ぐことができます。またハード面の知見が広がることにより、外注業者からの提案に対してより対等な立場で意見や要望を伝えることができるようになります。その結果、よりオーナー様に寄り添った修繕や現状回復などの提案が可能になるでしょう。オーナー様も当資格を学習することにより、管理会社から提案される工事内容がなぜ必要なのか、なぜこの費用がかかってしまうのかなどを理解できるようになります。費用負担について納得感を得られるようになったり、オーナー様から意見や要望を伝えられるようになったりというメリットもあります。時代に合わせ新しく創設された賃貸住宅メンテナンス主任者は、取得することで入居者様を安心させられるだけでなく、オーナー様の大事な資産である物件をお守りすることにもつながります。弊社ではすでに複数名が資格を取得しておりますので、賃貸管理のことだけではなく、物件について総合的なプロにお任せしたいというオーナー様は、ぜひ一度弊社にご相談ください。